米中貿易戦争の影響を受け、中国から撤退する外資系企業が増加しています。ウェアラブルカメラメーカー大手のアメリカ GoPro は先日、貿易戦争の影響を回避するため、一部生産ラインの中国撤退をすでに開始したと正式に発表しました。さらに中国のインターネット業界でも倒産する企業が現れ、 10万人以上が失業する可能性があることが報じられています。GoPro は12月10日のプレスリリースで中国からの生産ライン移転を開始したと発表しました。ただし、これはアメリカ市場向けに生産するカメラに限ったもので、他の地域向けの機器は引き続き中国で製造するとしています。GoPro は来年には移転を完了させたいと述べる一方で、 具体的な移転先は明かしていません。同社の最高財務責任者ブライアン・マッギー氏は、現代の知性学的なビジネス環境では、企業はより柔軟な経営を行う必要があるとして、関税問題を積極的に解消するため、アメリカ向け製品を製造する中国の生産ラインのほとんどを撤退させる必要があると説明しました。 GoPro は減収を理由に今年初めにすでに一部の部門を閉鎖した上、リストラも行いました。7月に米中貿易戦争が本格化してから、アメリカハードディスクドライブメーカーのシーゲイトテクノロジー、韓国のサムスン電子、東芝、ソニーなどのグローバル企業が中国から撤退を準備し、すでに完了した企業もあります。 移転先は人件費の安い東南アジア、インド、ブラジルの場合もありますが、アメリカや EU に移転したケースもあります。アメリカ商工会議所の調査によると、今後の見通しが立たない貿易戦争に対応するため、在中米国企業430社のうち、およそ3分の1が部品や組み立て工場の中国撤退を検討しています。三島省の調査は、 外国企業の撤退により、中国各地で多数の労働者が解雇されたと語ります。張さん自身もその一人です。関東省の馬さんは、外資企業だけでなく、中国企業も貿易戦争の影響を受けて、景気が悪いと話します。社会全体が冷え切ったようだとも語っています。

さらに2017年に中国各地で汚染物質排出規制令が交付されたことで、設備の古い工場が続々と閉鎖に追い込まれました。閉鎖企業は北京、天津、河北省地域だけでも17万6000社に上り、このショックで多くの外国企業が撤退を視野に入れました。中国のインターネット企業も苦境に立たされています。 ラジオフリーアジアは13日、中国のインターネット企業が1社あたり平均5%の人員削減を行った場合、業界全体で10万人が失業すると報じました。3年前、中国当局が全ての人々によるイノベーションというスローガンを掲げて、インターネットによる企業を提唱したことで、10万単位の科学技術系企業が誕生しました。 しかし、今年に入り、融資が受けにくくなったため、こうした企業が次々と倒産に追い込まれています。NTD ジャパンがお伝えしました。